いや、危なかった。大ちゃんの、さっちゃんちゃん、ちょっと驚きましたね。いや、ちょっとヒヤッとしましたね。いや、タックルにやっぱりその持ってる時に腕を首に回されていたので、ちょっと抵抗があるんじゃないかなと思うんですけれども、さあパンツが中に入っていきます。山本美優、左は刺しました。この形にはなります。いいです。押し込んでからでもいいと思います。今投げに行こうとしたんですけれども、押し込んでからテイクダウン、サバ折り、片足切り替え、タックル切り替えでもいいんじゃないでしょうか。 相手が、まあオーソドックスで山本選手がサウスポーですので、片足タックルからテイクダウンすることサイドポジション取りやすいとは思います。今までは倒して正対してましたね。そうじゃなくて横に回りたいんです。回りたい。そうですね。どうしても足が引っかかってしまうので、クロスガードに入ってしまうと処理にちょっと時間を過ぎてしまいますし、ちょっとでも隙を作るとさっきのような状態を作られてしまう可能性がありますので、 テイクダウンの方向、入り方を変えるといいと思います。ただ彼女はアイリン選手すごくリーチがあるんですけれども、下に打つような感じなので、山本選手の右フープがそれ合わせて結構入っているので、そこから、また四つに組んでから投げとかでいいんじゃないかなと思います。ここ今相手から右のハイキックも出していきます。アイリン・ユエラ、178センチの長身です。山本ユエラ、156センチ。 まあ遠い場所からですが、お父さん、郁恵さんからのアドバイスも高橋左足、足を抱えるように左です。もう一つ、いいですね。リフックです。オーバーハンド。さあ今度は展開さん、横取れるかどうか。真ん中のクローズドガード、中央に入ってしまったが、戻らない方がいいんじゃないですか。そうですね。もう持ち上げながら横に振ったりとかできるとさらにいいのではないでしょうか。で、相手もアイリー選手も山本選手と 試合する選手は結構打撃に行くの躊躇をするじゃないですか、タックルがあるので。でも、倒されたら本当にこのグラウンドに。さあ、また来た。これはちょっと、時間がまだたっぷりあります。まだ大丈夫です。左肩を左肩、左肩、これ前に行かない方がいいですね。抜けるか、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